皆様こんにちは。9月の9日午前11時39分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日週明け月曜日でございますね。早いですね。9月もね、もう3分の1が、過ぎ去ろうとしているところでございます。第3四半期、2024年の第3四半期のね、最後の月9月ということで、まあ今月がね、もう早速ビットコインの話になりますけれども、まあどういった動きになるのか、第4四半期、まあつまり2024年のラストに向けて、勢いをね、つけていくような相場環境になるのかどうか、まあ大事なところでございましょう。ただね、こう例年、9月に関して言うならば、やっぱりこう弱い月としてね、結構こう認識はされているのかな、相場の中に入っている方々においては、認識をしている方が多いのかなというには思います。ですから、一旦のちょっとこう反発は見せてきているわけでございますけれども、まあここがどうなっていくことやらというところでございますね。まあとにもかくにも見守っておきましょう。でいきます、いきます。今見ていただいているのが、ビットマン TV の X になりまして、上から下に、こちらですね、ビットゲットさん、まずはこちら、ビットゲットさんのローンチプールね、に MEK という通貨が、今もなお、まだ開催中、継続中ということで、ローンチプールに登場よと。で、198万の MEK を山分けしましょう。MEK ですかね。MEK を山分けしましょうということで、一応プール、対象通貨がビットコインとイーサリアム。で、あとは、これどっちが正解なのかな？ MAK が正解か。これ MEK って書いてありますけれどもね。MAK が、いわゆるプール対象通貨になっていると。で、期間に関して言うと、9月の15日午後9時までということなので、あと6日ぐらいかな、あと6日ぐらいで一応こちらのローンチプールがね終了しますから、もしねビットコインとかイーサリアム、それこそ MAK とかを持ってらっしゃる方がいるんであれば、このローンチプールね、ビットゲットさんの方で、ぜひともぜひともね活用してみてください。で、前もちょっと言いましたけれども、ビットマン TV はね、このローンチプールビットコインをちょっとだけ、ちょっとの数量、枚数だけ預けてるんですけれども、基本メインとなるのがね、BeanX さんの方で、一応持っている通貨は資産運用している、資産運用ができるものに関してはね、ウェルス運用というのがあるんですけれども、これはかなりね、使えるんじゃないかなと、リップルであるとか、シバーコインとかね、あとは、温度とか、トークンファイかな、あとビットコインもそうですけれども、最低 3% 以上で、運用ができるような状況になってます。最低 3% ですよ。うん。通貨はね、全部あるわけではないので、一応こう、限られた通貨だけなんですけれども、特にね、リップルとかシバとか持ってらっしゃる方結構多いんじゃないかなって、これマジで思ってるんですよ。で、他のね、取引所とかだと、おそらくね、運用パーセンテージが 1% だと思うんですよね。1%、バイビットさんとか、ビットゲットもかな、1% のところが結構あると思うんですけど、BeanX さんはね、もう最低 3% 以上から運用ができますよという形になってますから、だからそれこそ、リップルとか、そういった古参あるともそうだし、ファイルコインも預けてます。BeanX さんの方でね、ファイルコインとか、あとライトコインも普通にあったかな。ビットコインキャッシュは確かなかったと思うんですけど、ライトコインもあったかなというふうに思いますから、もしね、あれですよ、ウォレットの中でね、あるとこに持ってるんだけれども、もう何も手つかずな状態でそのまま置いてますよという方がいるんだったらね、この運用系の話に関してはもっともっと他の取引所でね稼げるところあるかなって探しますから、ビットマン TV も探します。で、今の段階で探した中では、BeanX さんのウェルス口座の運用、ウェルス運用というのがまあこれ一番いいかなと、リスクがね、まあ、ほぼない状況、そのまんま預け入れた通貨が、1時間ごとに計算されて、1時間ですよ。1時間ごとに計算されて、自分が預け入れている通貨数のとこに、運用益が、まあ、そのままもう一回組み入れられるみたいな感じ。だから、言ってしまうと、複利運用ができるような感じですね。複利計算で 3% というところでございましょうから、まあ、枚数をね、かなり持っている方であれば、結構稼げるんじゃないかなというふうに思いますよ。うん。まあ、使えるところでございますからね、ぜひともぜひとも、どういった形で運用しようかなって悩んでいる方はね、ちょっと覗いてみてください。BeanX さんのアカウント解説、リンクに関してはね、この動画の説明欄の方に、ご用意しておりますので、ぜひともぜひともね、ビットマン TV 専用リンクをご活用いただきたいなというふうに思いますから、よろしくお願いいたします。で、ごめんなさいね、話戻りますけれども、ビットゲットさんの方でもね、運用というわけじゃないんだけれども、ローンチプールという通貨を預け入れたら、他の通貨がもらえますよ、みたいなものを今これ、MAK という通貨としてやっておりますからね、ぜひとも注目してみてください。で、行きましょう、行きましょう。で、あとは、昨日かな、ビットマン TV がね、ちょっとポストをしたわけでございますけど、ビットマン TV の、お家のキング様、奥様もね、まあ、当然、アルトコインを持っているということで、まあ、ウォレットを作ってるわけですよ。取引所でね、まあ、ウォレットを作ってるというか、取引所に、まあ、置いているわけでございますよ。で、まあね、ビットマン TV、ね、
進めたわけでございます。奥様にね、買ってみればいいじゃんと。で、今のね、この仮想通貨業界の、悪い流れがそのまんま、奥様の、ウォレットの方に、いわゆる直撃をしているということで、もうね、もうスーパー台風ならぬ、スーパーウォレットみたいになってますよ。逆に言うとですよ。逆に言うとですよ。奥様のウォレット、スーパーウォレットになっていると、何か、こっそりとね、ビットマン TV が持っている、あるところにも、ちょこちょこ送るわけでございますね。増えてるっていうのが、私、ビットマン TV の最近の楽しみになっているということで、やっぱりこうね、増えると楽しいよ。増えるとね。で、これに関して言うと、奥様ね、もうほら、買っとけよと言ったばっかりなんで、で、送金とか、いわゆるほら、アルトコイン関係の移動ね、取引所間の移動とか、ああいったものも一回もやったことないんですよ。だから、もう買ったものをそのままほたってるだけっていう感じ。で、毎日毎日ちょこちょこ見て、あ、増えてるとかね、あ、減ってるみたいな感じで、まあ言っているわけでございますけれども、まあただ最近増えてるっていうね、回数が多いと。なんでか、チミのウォレットだけはとにかく増えているよねと、さぞ嬉しかろうと、ビットマン TV が送ってますからね、よろしくお願いします。そう、価格がね、まあ落ちてきたら、おっとやべえみたいな、注入しとかねえとやべえぞこれみたいな感じで思っているわけ。だけれどもね、これ言わせてください。家庭円満の必殺技でございます。よろしくお願いします。そうでしょ？お家のキング様、まあ結婚をね、されていらっしゃる方であれば、まあよくご理解かなというふうに、ご理解できるかなというふうに思いますけれども、お家が回っているのは女性のおかげです。ここだけはもうはっきりさせておきましょう。基本的には女性のおかげでございましょう。子供がいたりね、毎日のご飯を作ってくれたりとかですよ。掃除とか洗濯とかね、まあいろいろあるわけじゃないですか。そういった中で奥様がいないと男性諸君終わりますからね。よろしくお願いいたしますよ。ここはしっかりと理解しておきましょう。しっかりと理解した上で、この行動でございます。やっぱりこうね、やばい、注入しとかなく、ちょっとでも増えれば、機嫌が良くなるわけでございますよ。で、皆さんね、ここね、勘違いというか、これね、必殺技なんでございますけれども、まあ、奥様にね、当然こう、まあ、送るわけ。ビットマン TV が持っている資産を、ちょっと崩して、ちょっとこう、内緒で送ると。で、資産は増えてると。資産額が増えていると。ね。よく考えてみてください。これを、後々奥様に、まあ、あげるかどうかは、確かにあなたの判断です。ビットマン TV はまあ普通にね、まあいくらでも送ったものだから、こんだけ喜んでたからまあもらっときゃ、みたいな感じでね、まあ言わないですよ、送ったなんていうのはね、そういうふうに思うわけでございますけれども、資産の移動ですから。わかりました。今のちょっと深い意味合いわかりました。資産の移動ですからね。ですから、もしね、同じ状況がいるんであればですよ。例えば、アルトコインが今後ガーッと上がってくると、ね。いわゆる、送らなくても自然と上がってくる状況になった場合、いわゆるアルトシーズンが来てね、なった場合、戻せばいいんですよ。そういうことです。そういう理論もあるよという形でね、認識しておいてください。だから、例えばね、自分が、まあ、持ってると、ね、あるところに持ってると、で、奥様にね、まあ、言ってしまうと内緒であげる。そりゃそうですよ。機嫌が良くなるためにです。奥様に送ると。で、やっぱりどうしても自分のものだから、なんとか自分のね、中で収めておきたいって言うんであれば、さっきも言ったように、アルトシーズンが来た後に、ちょっと携帯貸してって言ってね、さささっと、こう、処理をして、戻すみたいな感じ。そういった形でもね、できますからね。それが、いわゆるさっきから言っているように、資産の移動ですから。それも移動理論ですよ。移動理論ね。まあ、ビットマン TV は、まあ、上げる理論でやっているわけでございます。まあ、これはね、アルトシーズンが来たら、残ってるビットマン TV の資産もね、まあ、どの道増えていくからいいかなというのを思ってるんで、まあ、これはまあ、男としてはね、一度上げたものを返せなんていうのは、これはもう最もね、ダサいことだなっていうのは、これは分かっておるわけでございますよ。だからといって、それをする方を批判しているわけではありませんからね。まあ、そういったやり方もあるよという形で、ちょっと、考えておいてください。よろしくお願いいたします。それで、家庭がね、円満に回っていけばどうですか、男性諸君。楽しい楽しい毎日が、楽しい楽しいご飯が、美味しい美味しいご飯が、食べれますから。ここはね、よろしくお願いいたします。そういったやり方もあるよという形で。でね、実際ね、ビットマン TV が、これやってるんだよって、今やってるんだよって一応ね、X で、送ったんですよ。X でね。で、うちの奥様、X 知りませんから、ビットマン TV のね。だからまあ、普段やってることをこう送ったわけでございますけれども、めちゃくちゃいい旦那様だ。ありがとうございます。心強すぎる。鋼のメンタル持っております。はい、よろしくお願いします。そして、山田隆さん、間違いない。そうでしょ分かってくれる方いるでしょ。そういう理論なんでございますよ。で、あとは結構ね、素敵。ありがとうございます。りんゆかちゃんもね、なんて素敵な旦那様でしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ビットマティがもうあげたものはね、奥様にあげますよと。まあ、言えないっていうのがなかなかね。まあ、そういうのってわざわざ言うことでもないかなって思っているんでね。一応内緒でやっているわけよ。喜んでくれたら嬉しいなっていう感じ。で、絶対に資産が目減りすることはないウォレット。そう。奥様のウォレットは絶対に資産が減らないんですね。これ不思議な理論でしょ。そういうことなんですよ。で、次。これ、ね、はやとさんという方もね、これ自分もやってました。だから、ビットマン TV と同じことやってる人いたんだと思って、でこれねやったら結構面白いですよ。本当にガチで言わせてください。ガチね。本当に皆様、本当奥様とかいらっしゃったら奥様の機嫌がマジで良くなりますから、びっくりするぐらい。だって1日例えば
いいんですよ、そんな一日ね、何枚も増やしてとかじゃなくていいんですよ。一日2、3000ぐらいでも全然十分だと思います。減らないというのがものすごく大事ですから。減らないっていうのがね、まあ大暴落した時はかなりの資産を移動しないといけないわけでございますけども、減らないっていうのが大事ですから、だからステイ、ちょっとぐらい減る分だったら全然問題ないって言えばいいんですよ、軽めに。まあ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 、クリプトはねと、ね、暗号、ね、仮想通貨は、まあ、株でもそうじゃんと、ね、どの投資物でも、やっぱりこう、減れば、減る時もあれば増える時もあるよ、みたいな感じで。で、そういったところも時もね、たまにはあるよ、みたいな感じで、部屋に戻ってコソ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 ね、送金の手続きをするわけですよ。これが作戦でございますからね、よろしくお願いします。ちょっと増やしとくか、みたいな感じで。だから2、3000円ぐらいでも、全然嬉しいよ、嬉しい。ね、ビットマンTVはね、もともと奥さんが持ってる、いわゆるちょっとほら、お小遣いで買ったね、資産が、まあ、ちょっと多めなんでね、減ってきたら、減ったら減ったでズドンって落ちるんで、その分もちょっとガリッと補填していかないといけないんでね、なかなか気持ちが痛いところなんでございますけども、まあ、これやり始めた結果ということでね、まあ、ちょっと続けていこうかなと。で、話戻りますけれども、まあ、この、ハヤトさんもね、今はやってませんが、知らないって幸せなんだと思って、もうまさしくそれね、そう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 、だから、奥様があんまりこう、仮想通貨とか知らないんだったら、ちょっと作らして、そう、だから、これでいいんですよ。だから、ちょっと作ってみてよ、作ってもらってね。で、ちょっとこうほら、作ったは作ったでいいけども、なんかこうね、ちょっとぐらい資産がないと嫌でしょって言って、初めちょっと送ってあげるとかね、ちょっとだけ、いいですよ。だから何万円分かでもいいと思うんですよ。例えば、5万円から10万円分ぐらいを、グッと送って、そしたら奥様は、まず喜ぶじゃないですか。これ何いいのもらっていいのみたいな感じでね、多分喜ぶと思うんですよ。もう全然ええぞ、全然ええぞ、みたいな感じで、もうものすごく生きていいですから、ここは。ね、生きりまくってください、とにかくね。生きりまくるのが重要。もうどんどんもらっちゃってよ、みたいな感じで。まずは生きりまくるということが重要でございます。で、その後ですね、大事な行動というのは、だから価格変動がある中で奥様の機嫌をいい形で取っていくというのは皆様の血肉になっている仮想通貨を送るということでございますから、ここがめちゃくちゃ重要。そのまんま初めに送った通貨そのまんまじゃないです。女性奥様はとにかく毎日暇があれば毎日資産を見てますから、OK ですか。資産を見てますから、その時に笑顔になるような形で仕込むんです。ここが最重要。いいでしょ？奥様にお小遣いをあげてらっしゃる方いると思うんですよ。ね、働いたお金から、よそ、奥様もね、一生懸命家のことしてくれてるわけだから、いや、使いたいもんがあるんだったら使ってもよとかね、普通にこうマッサージ行きたいんだったらとか、スパ行きたいんだったらとか、美容室行きたいんだったらよ、全然いいよという形で、やってらっしゃる男性職もいると思うんですけども、そこをさらにね、女性の気持ちが良くなるように、ウォレットを操作していくわけですね。これが最も重要ということでね、よろしくお願いします。今の話を聞いて、あ、ちょっと自分もやってみようかなと思った方、これでセンスあります。センスありますから、わかります？家庭をある意味回していくセンスがあるわけですよ。奥様の機嫌を取るセンスがあるわけですよ。皆様、才能に溢れまくっているわけですよ。ですから、絶対にやってください。よろしくお願いしますよ。やった暁には、ビットマンTVにぜひご報告を。めちゃくちゃ気持ちよくなってんのよね、と。奥様がね、自分の嫁がと、なんか毎日ね、ルンルン気分なのよと、これ何なのかいな、みたいな感じでね、送ってくれれば。謎はすべて解けたでしょみたいな感じで、ビットマンに返信しますからね。よろしくお願いいたします。まあ、冗談じゃないです。ね。今、冗談はさておきって言おうとしたんですけど、冗談ではないですから、本気でね、余裕がある方、これね、冗談っぽく今言ってますけど、マジで、本当に、家庭円満の一つのね、秘訣かもしれない。これ簡単にできるし、ね。ある意味、奥様も仮想通貨に、いわゆる理解をね、してくれる可能性もありますから。だから、もしコソ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 ってやってるんだったら、ある意味それをね、夫婦間の問題として、まあ、いわゆる家族の中での問題として、共有するのもいいんじゃないかなと本当に思ってるんですよ。そういうことをすることで、だからほら、まあ、いるでしょ？ご自身の資産を、やっぱりほら、奥様にも見せないし、全部隠しているよみたいな。まあ、全部じゃなくても、すべては言わないっていう人もいると思うんですけど、まあ、それはね、そのご家庭の事情があるかなって思うんだけれども、ある意味、大っぴろげにするっていうことも、いわゆるオープンにしていくっていうことも、ものすごくね、家庭のね、一つの円満材料にマジでなりますよ。やっぱり、ね、旦那様もそうでしょうし、まあ、奥様もそうでしょうけれども、やっぱりね、家族の中にね、隠し事っていうのがあるのがね、一番ね、なんていうのかな、生活しづらくなっちゃう。これは、本当にビットマンTV 思ってるんですよ。で、ビットマンTVが持ってる資産も知ってますから、うちの奥様。全部知ってるんですよ。てか、そもそもそれを隠す理由がないし、そんなの隠してね、こそこそ遊び行ったって楽しくないし、やっぱりみんなで、ね、家族としてガーッと突き進んでるわけだから、それを共有していくっていうのも、ものすごくね、いいことだなと。で、逆に言うと、そうなんですよ。それをやることで、例えば、ね、ビットマンTVだって、お金がきつい時たまにあるんですよね。だから、今月ちょっと本当お金きついんだよね、と。で、それ言うんですよ。今持ってる、いわゆる仮想通貨ね、クリプトをちょっとこう、利確して切るのがちょっと嫌だから、みたいな感じで。嫌だからどうしようかな、って言ったら、ああ、いいよいいよって、うちの奥様ね、ああ、それも私でこれ出しとくからいいよ、みたいな感じですよ。わかります？だからそれは、いわゆる、
ビットマン TV のね、いわゆるこう、資産状況っていうのは、まあ、個人じゃないけど、家族なんだけれども、資産状況っていうのが、まあ、彼女もよくわかってるから、で、しかもほら、ね、さっき言ったじゃないですか、俺との中に仮想通貨があるから、切りたくないっていうね、理由がわかるんですよ、奥様を。うん。まあ、確かにそうだよね、と。うん。今これね、ぐり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 下がってきてるんだけれども、まあ、切りたくはないよね、と。残りね、アルトシーズンに入るかもしれないし、資産が今からね、これ前言ったじゃないですか。まあ、これ奥様にもちゃんと言ってるんですよ。結局やっぱり枚数勝負だっていうところもあるからね、みたいな感じでね、言っているわけでございます。だからそういったところで、こう、理解をね、まあ、してくれる、みたいな感じになりますから、だから一つね、本当に、なんかこう、家族として、ちょっと隠し事がちょこちょこあるし、なんか生活しづらいなと思っている方がいるんだったら、もしかしたらそれが一つの要因かもしれないしね。だから、そういった形で、仮想通貨使えますよ。家庭円満の材料としてマジで使えますからね。これね、一つね、心に留めておいてください。何かが、なんかおかしいな、みたいな風にね、思っているんだったら、ちょっと一回やってみようかな、みたいな感じ。一回ちょっとやってみる。情報共有をしてみる。ね、家族のお金として、ちょっとこうね、考えてみるっていうのもね、一個できるところかなというふうに思いますからね。よろしくお願いいたします。まあいろんな反応がねあって面白かったと。女性陣はね、そうだからこれをね、X した時に、あ、女性の方はやっぱこう嬉しいんだよねって思ったんですよ。わかりますでしょ。なんか素敵とかね、素敵な旦那様っていうふうにコメントがあるっていうことは、あ、やっぱり女性の方ってこう自分をね思ってくれる男性がやっぱりなんだかんだ言って好きだしね。それ当たり前でしょ。でね、自分のことをおざなりにする男よりも自分のねことをやっぱりこう考えてくれている、まあ、言わずともですよ、ある意味なんかちょっとした行動として出してくれたりとか、そういうことをしてくれる男性の方が当然ね好きだし、やっぱりこうね尽くしてあげ、まあ、ちょっと言い方があれだけどもね、尽くしてあげたいというか気持ちよくね、毎日が多分過ごせると思うんですよ、そういう男性の方がね、奥様にとってはですよ。だからそういった意味でもね、これ、ポストした時には、あ、やっぱり女性の方ってそういう風に自分を考えてくれる男の方がやっぱり当然いいよねって思ったんでね、一つ奥様、まあ機嫌を取るわけじゃないんだけども、奥様のね、まあビットマンティーは機嫌取ってるんですけど機嫌を取るわけじゃないんだけれども、一つなんか自分がある意味家庭の中でね、こう生活しやすく、もっともっと生活がねしやすくなるし、奥様にちょっと無理言ってもあいよよっていう風に言ってくれるような家庭がまたこうね新しくこう作り上げられる可能性もあるしね。だからそういった形をね、ぜひともぜひとも男性諸君は、まあ目指していくというか考えてみてくださいということでね、よろしくお願いします。まあ一緒のことをやっていた方がいたっていうのがね、ちょっとビットマン TV 的には、面白かったなっていう感じ。あ、やばいやばい、注入しとかんとまずいみたいな感じでございます。よろしくお願いいたしますよ。はい、行きましょう行きましょう。ちょっとビットマン TV の嫁のウォレットにこっそり仮想通貨を送っている案件、ご案内でございました。で、行きます。ニュースですね、お二つでございますよ。行きましょう。はい、まずはビットコイン関係の話いきます。ビットコインのアナリスト、4万5000ドルが底値と予測をしていると、2年間の強気サイクルの始まりという形でね、上がってきております。行きましょう。ビットコインが次の2年間の強気相場に入る前には、最終的な調整がね、必要だと新たな分析が予測をしていると。で、トレーダーでアナリスト、ミカエル・ファンデポッペ氏は、X 投稿で、ビットコインの次の価格下落目標を5万3000ドルと見ております。ということですね。で、ビットコイン市場の観察者の多くは、6ヶ月にわたるビットコイン価格の調整が終了する時期について断言することを避けていると。で、しかし、まあそうだよね。断言することを避けているというか、まあわかんないからね。難しいからね、当然ね。調整終了ですなんちゅうのはね。だって何が起こるかわかんないし、いろんな、もうチャートの動きだけじゃなくて、ニュース一つでね、パリッと動いていく市場でございますからね。それはなかなか難しいでしょと。で、しかし、ファンデポッペ氏は、ビットコイン市場最も、腹立たしいかな？エピソードの終わりは間近だと考えていると。で、流動性が確保されて、ビットコインは5万4800ドルを回復した。9月7日にドル建てビットコインの短期的な動きについて書きましたと。で、今回の上昇では、最大5万5500ドルまで達することが期待ができますと。で、その後5万3000ドルに再び下落をする可能性がある。その後、明確に上昇して、最終的な調整が終わり、2年間の強気相場に入るだろうということですね。で、これね、まあ最近、なんかね、あちらですよ。スマートマネー、いわゆる機関投資家のお金ね、スマートマネーコンセプトかな、SMC っていう、まあ、トレード手法があるんですよ。SMC っていう手法。もし知らない方はちょっと調べてみてくださいよ。スマートマネーコンセプトという、SMC というね、トレード手法があるんです。で、これは、まあ、端的に言うならば、機関投資家ね、いわゆる市場を動かせるレベルの大きなお金を持っているところっていっぱいあるじゃないですか。市場の動きをね、値動きを動かせるレベルの大きなお金を扱うところって、まあ、あるわけですよ。いわゆるそれがスマートマネー、機関投資家のお金っていうんですけれども、そのね、SMC 手法、そこにはめていったとしても、やっぱりこの5万、3000ドル付近かな、5万4000ドルから、まあ、
最下端値4万9千ね。4万9千ドルから、5万4千ドル付近っていうのは、いわゆるね、あちら、あれ、オーダーブロック。オーダーブロックって言って、いわゆるこう、なんて言うんですかね、その、まあ、ちょっとこう、言い方がなかなか難しいんですけど、オーダーブロックっていう、いわゆる価格帯ね。価格帯ね。いわゆる、機関投資家が仕込んだ価格帯ですよ。そのオーダーブロック的にも、この4万9000ドルから5万4000ドルっていうのはちょうどパリッとハマってるんでね。そういった意味でも、もしかしたら今の反発は、そのさっき言ったね、SMC、スマートマネーコン、スマートマネー、コンセプトというトレード手法にはハマっているような今反発の仕方を見せているので、それを結構ね、言っている側面もあるのかなというふうに思う。まあ、なかなかね、理解するのは、まあ、理解するのが難しいというか、その結局その SMC に関しても、スマートマネーコンセプトに関しても、その大口の取引を、いわゆる逆手に取るみたいな感じかな。大口のトレードを逆手に取って、個人のトレーダーが勝っていく手法みたいな感じですから、一つね、勉強のしがいは普通にあると思いますからね。まあ、気になる方は見てみてください。まあ、機会があれば、もうちょっと詳しくね、話を進めていきますから、よろしくお願いします。で、さっき言ったように、その SMC の手法に則っていくならば、オーダーブロック、さっきも言ったようにね、機関投資家がある程度仕込んでいるような、価格帯にちょうど4万9000から、5万4000ドルがハマっているから、今ちょうど反発を見しているんだよね、っていうところがね、あります。よろしくお願いいたします。で、行きましょう、行きましょう。はい。前日には、回復のためのロードマップを示すチャートを投稿していて、予期せぬイベントがなければ順調にね、まあ、進むとしましたよと。で、ビットコインが6ヶ月ぶりに5万ドルを下回った現在でも、トレーダーはさらに下落をすると感じているようだと。で、好ましいマクロ経済状況が迫っているにもかかわらず、仮想通貨市場の悲観的な見方はね、続いていますと。で、ファンデポップ氏はリスクを認識して、株式市場が弱さに走っていると指摘。で、株式市場は流動性の面で、脆弱であり、人々はインフレへの恐怖からこれらの資産に、資金をね、投入したがっていると。で、それはすぐに逆転をするだろうと9月の8日に予測。はい。ビットコイン対、S&P500、SP500 ね、2019年を反映。しかし、ビットコインは希望の光があると、大きなクラッシュは避けられる可能性が高いっていうことですね。で、ドル建てのビットコインは SP500 と比較して、2019年の動きをね、まあ、模倣をしており。この動きによると、長期的な強気市場の始まりに過ぎないと示唆をしているようだということですね。で、市場では大幅な調整が行われていて、それが終わりに近づいていると。で、2019年の調整が6000ドルで終わったように、ビットコインは4万5000ドルから5万ドルの間に着地する可能性が高いと結論をつけました。ということですね。で、この観点から FRB の金利の引き下げ、経済の弱体化、中国でのグローバルな流動性の増加によって、我々は実際に史上最大の強気サイクルのね、まあ、始まりにいると断言ができるでしょうということですね。で、コインテレグラフが引き続き報じているように9月18日には FRB が金利変更を決定するための会合を開く予定。まあ市場はね 100% の確率で金利引き下げをまあ織り込んでいますよということですね。だからまあ当然今の動きは金利引き下げの織り込み段階に今徐々にこうグーッと入ってきているから反発をしているという側面もあるでしょう。さっきも言ったように SMC ね、スマートマネーコンセプトというトレード手法にはめていったとしても、うん、まあ一つ反発ポイントでもあるし、だから金利の引き下げというね、まあいわゆる経済状況における、反発という状況もあるしね、そういったところも絡めていくならば確かにちょっとした価格の上昇には期待が持てるかも。ただまあ、いろんな機関投資家はいますから、SMC というトレード手法に関して言うならばね。だから、一旦の大きな流れ、ついこの前ね、4万9000ドルつけるような大きな下落が起こったじゃないですか。で、あれの引き金を起こしたのが機関投資家だとしたら、その大きな流れの中でもう機関投資家は、利食いをしてね、すべて撤退をしている可能性がある。その段階で、いわゆる4万9000ドル段階で入っていった機関投資家はもうね、利食いをして逃げている可能性もある。ただ、機関投資家っていうのはいろんなところがありますから、また新しい機関投資家が入っている可能性もある。OK でございましょうか。だから、一つの機関投資家だけじゃなくてね、いろんな機関投資家がいるので、大きな下落であるとか、大きな上昇が起こった後、起こっている時っていうのは、ある意味そのね、機関投資家、大きな投資家、市場を動かせるレベルの大きな投資家引き金となって、いわゆる入ってきている段階にあるんだなっていうふうに考えることもできますからね。ある意味だからこれ前も言ったと思うんだけれども、大きな動きが出てきた後っていうのは、やっぱり相場のね、動きっていうのを予測するには、まあ、面白い環境にはあるよと。そっからあとポジションをどういうふうに構築していくか、どういうふうに取っていくかっていうのは、まあ、当然個人個人の考えだけれどもね、さっきも言ったように SMC、スマートマネーコンセプト、全部言っておりますからね、そこに関して言うならば、調べがいがありますからね、ぜひご自身でね、見てみてください。で、行きましょう、ごめんなさいね。で、これは、
最終的に仮想通貨やリスク資産に利益をもたらすはずだと。だから長期的に見ていくならば利下げというのは当然いいということです。で、低金利は市場への流動性のね、流入を促進しますよと。これ当たり前ですよね。低金利であればお金が借りやすくなる。お金が借りやすくなるということは、もだし、銀行に預けていると金利が下がってるわけですからね。まあ、当然損する可能性もある。そういった意味で言うならば、いわゆるリスク資産の方にお金が回ってきやすくなるよね。だから利下げっていうのはいいニュースだよねって、これ当然ね、市場の中では言われております。で、9月8日の、クローズに向けて、ドル建てビットコインは5万4000ドルで取引をされているということで、今も5万5000ドル付近でね、推移をしているかな。まあ、そういった流れでございますから、これがどうなっていくことやらと。一応4万5000ドルが底値と予測としているということで、まあ、最後のね、調整が行われるという話になっているのかな。そうね。予期せぬイベントがなければ、まあ、順調に進むと。まあ、どうなっていくことやるということでございましょうけれどもね。まあ、価格の動きには注意しておきましょう。こういった形で予測を出している方もいるよということ。今日はね、ちょっとチラッと言いましたけど、SMC ね。SMC のトレード手法。ここね、ちょっと調べてみてもいいんじゃないでしょうか。で、次行きましょう。次行きましょう。まあ、ね、そういった SMC とかいうトレード手法ね。そういったところでトレードしている方もいるし、違うところでトレードしている方もいますからね。だから、そういったいろいろな感情を持っている方々の思惑が、全部ね、このロースク足。まあ、後で見ていきますけども、ロースク足にいろいろ反映されていて、移動平均を見ている方もいれば、雲を見ている方もいると。だからそういった中で一つなんかこうあれでしょ、アメリカの方でも結構注目されてるらしいですね、スマートマネーコンセプトという SMC というトレード手法が、なんかこうね、最近では、なんかこう注目をまたこう浴びているよみたいな感じでね、なんかこう記事も見たりしたので、やっぱりこうね、調べてみるっていうのは一つありかもなという感じ、うん、そういったいろんなトレード手法をね、学んで、それをご自身のねトレードの中に生かしていく。で、だから運だけじゃやっぱり勝てないね、当然、ところでしょうかね。運だけじゃ勝てない、特に先物関係っていうのはね、運だけじゃ勝てないところがあると思いますから、まあ確かに勉強するっていうのはめんどくさいと思うんですよ。だけれども、やっぱりね、勝率をちょっとでも上げていくんだったら、いろんなトレード手法をちょっとこう学んでみて、自分に一番ハマるものっていうのがあると思うし、さっきも言ったように、もしかしたら、この暗号業界ね、今から機関投資家がガン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 やっぱり入っていくと思うし、ものすごい大きなお金をね、扱う企業とかもやっぱりほら、売り買いのね、そういったトレードの中に入っていくでしょうから、そういった意味でも SMC っていうのが、今後ね、仮想通貨の中でより一層ね、注目されていくかもしれないよというところがありますからね、今のうちにそれをちょっと学んでおくっていうのはありかもしれません。よろしくお願いいたします。で、次のニュース、すぐ終わります。はい。カマラ、ハリス氏を支持する書簡と。で、リップルの共同創設者など、88人の実業家が署名ということで、ちょっとこれね、気になった、やっぱニュースだったんですよね。で、一応ね、簡単にまとめると、リップルのね、共同創設者、クリス・ラーセンさんという方ね、ラーセン氏ですよ。で、あとは、あの方ね、ガーリングハウスさんね、ガーリングハウスさん、あの方もいるでしょ。だから、このラーセンさんが、ハリス、副大統領のね、いわゆる選挙を支持しますよ、というふうに言ったと。で、やっぱりほら、こちら、ハリスさんがね、大統領になると、やっぱりクリプト業界においては、マイナス面がね、出てくるんじゃないかというふうに当然これ言ってる方もいるし、それは蓋を開けてみないとわかんないっていうところもやっぱあると思うんですけども、そういったことをほら言ってる方もいるじゃないですか。うん、ちょっと仮想通貨にとってもしかしたら不利になるかもとね。ゲンスラーさんが、なんかこう財務長官になるかもしれねえみたいな話もありましたしね、それが本当かどうかはわかりませんけれども。うん。だけれども、もしかしたらクリプト業界にとって足を引っ張ることになるかもしれないと。で、なんでこれね、だからラーセンさんがハリスさんの応援に入っているのか。これは、例えばトランプさんが受かったとしても、ね、ハリスさんが受かったとしても、どっちでもいけるようにしてるんちゃうんかみたいな、なんか憶測がちょっと流れてるらしいんですよ。だから、ガーリングハウスさんは、だから言ってしまうとトランプさん支持みたいなね。で、ラーセンさんは、ハリスさん支持みたいなようにしておけば、どっちが受かったとしても、リップル社にとっては、マイナス面がなくなるよねっていうところをもしかしてやろうとしてるんじゃないかというふうにね、言われておりますから、だからちょっとこれをね、そういう憶測もあるからね、憶測もあるから、一応これニュースとして流させてもらいました。で、一応ここね、だから最後、ハリスさんの、仮想通貨に対する姿勢、ハリス氏は、まあ、トランプさんもね、ご存知の通り、もう完全にゴリゴリですよね。で、ハリスさんは今のところ、仮想通貨に対する具体的な政策方針を示していないということ。で、しかし、ハリス氏を支持する仮想通貨業界関係者の報告も多数行われていて、8月には元リップル取締役の、ジーン氏やバイナンスの元アドバイザー、デビッド氏がハリス氏の選挙キャンペーンにね、加わったことが報告をされているということですね。で、一方、ドナルド・トランプ氏を支持する業界関係者は多いと。うん、ジェミナイのウィン・クルボスね、兄弟とか、RK インベストのキャシー・ウッド氏などがトランプ氏を支持しているということで、まあね、この今私たちがね、いる暗号業界っていうのが、やっぱり大統領選挙にまで影響を及ぼしていると、これはまた面白いね、構図になるんじゃないかなというところで、まあどっちがね、どっちが大統領になったとしても、
リップル社にとってね、いい結果が出てくれば、まあ、リップラーとしてはいいかなっていうのを思っておりますからね。まあ一応、こう、いろんな、考えがあってのもとかなって思いますので、応援をしていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それでは、ね、本日のご案内、そして重要ニュース関係は以上となります。で、一旦ね、時飛ばしをしてチャート見ておきましょう。一旦時飛ばし。はい、それでは再開していきたいと思います。まずはビットコイン、イーサリアムを中心に見ておきましょう。いきまーす。はい、ビットコインですね、ただいまの価格が今これ日足でございますね、54,980 ドル、まあ55,000 ドル付近でね、今価格をまあちょっと反発で伸ばしているというところで、今ね、右下がりの下落の平行チャンネル内をね、まあ順調にというふうに言っていいんでしょうか。まあ順調にね、推移をしているような状況で、この中にね、紫の今長方形のね帯帯を今作っているわけでございますけれども、まあさっきね、ちょっとこう言った、SMC、スマートマネーコンセプト、その取引手法がね、まあ、ありますよというふうにちょっとこう、口頭で言ったわけでございますけれども、一応見ておきましょうかというか、今のこの流れで、ちょっとこう、どういったことなのかっていうのを簡単にちょっと説明してみましょうか。まあ、面白いですよ。いわゆるね、相場を動かせるレベルの、投資家の、まあ、気持ちに立って、それを逆手にとってね、取引をするというトレード手法。で、例えば、まあどうでしょうかね。まあ皆さんがね、もし大きなお金が動かせる、本当にこのチャートを動かせるレベルのお金、まあ資産、資金を持っていたら、だからどうしますかっていうことなんですよ。だからそれが、いわゆる、さっきからずっと言ってるように、今、機関投資家というところ。知っていて損はないので、一応、簡単に説明しましょう。で、まずはね、例えばじゃあさっきも言ったようにずっと言ってますけれども、皆さんが莫大なお金を持っていると、ね、このチャートを動かせるんですよ。動かせるレベルのお金を持っていると。で、その時に、例えばじゃあこの付近、まあ、ここ下落がガーッと開始してるじゃないですか。下落の平行チャンネル内推移ですし、あとはこうね、レジスタンス付近にいるので、その売り込みもかかって、まあ、下落をしてきていると。で、じゃあ皆さんがこのあたりで、例えば利益がね、まあ欲しいと、利益が欲しいと、しかもロングポジションで買いを入れて利益を取っていきたいっていうふうに思った場合ですよ。買いを入れて利益を取っていきたいと思った場合、この場所でいわゆるロングインできますか？ぶっちゃけ皆さんだったら、機関投資が動かせるレベルですよ。取れますかと。結構ね、下落の平行チャンネルのレジスタンスライン付近にもいるし、ちょっとこうね、天井が切り下が、まあ、当然切り下がってるんで、ロングポジション、今この段階でのロングポジション優勢ではなさそうですよね。ショートの方が、まあ、優位性はあるかなという感じ。だって実態として当然抜けきれてないし、さっきも言ったけども、天井圏付近で、いわゆる機関投資家が買いを入れるってことは、その、いわゆる、買いの注文を誰かが食わないといけないですよね。誰かが、供給をじゃあ需要側として受け入れますよってなって初めて価格、まあ、いわゆる、通貨のやり取りが行われるわけですから、OK でございましょうか。だから、例えばここでロングイン、ロングで稼ぎたいからじゃあ機関投資家がロングインしましたと、ね、ロングポジション持ちました。その注文を誰が食うのかっていう話なんですよ。それがもし食えなかったら自分で自分の首を絞めてることになりますから、じゃあその戦略って相場が動かせるレベルの人からしたら旨味が当然ないし、リスクしかないじゃないですか。ここで、ロングインをするとね。じゃあどうするかって言ったら、じゃあロングで利益が取りたいからまず下げるんですよ。まず下げるの、わかります？言ってる意味。本命はロングよ。本命はロングで利益が取りたい。だからまずは相場を動かせるから下げに入るんですよ。下げから入るってこと。だからここでまずね、皆さんがじゃあ機関投資家だとね、じゃあロングで取りたいからじゃあ下げましょうと。一旦ね、上のヒゲをバリッとつけて売り込みが入ってくると、やっぱりその中でも個人投資家っていうのは当然逃げてくるし、主要なラインをね、明確に割れ込んでいくと売りが売りを呼んで、いわゆるきっかけを作るのが機関投資家だ。だとしても、きっかけ作りは機関投資家だとしても、その後の下落っていうのは、言ってしまうと個人投資家がやってくれる側面もあるんですよ。いわゆる損切りとかが入ってきちゃって、ロンガー勢の方の損切りが入ってきて、ロンガー勢の方の損切りが入るってことは逆に売り方に回りますから、だから下落が下落を呼ぶんですよね。だから機関投資家としたら一つのきっかけ作りに しか過ぎないんだけれども、まあショートポジションを取って、ちょっと価格を大きく下げていくという形。で、ある程度下げ切ったところでね、さっきも言ったじゃないですか、ロングで利益を取りたいから、次は、じゃあ機関投資家何するかっていう言ったら、ショートポジション持った状況で、ショートポジション持っている状況でロングインするんですよ。ここね、ここ、はい、今紫で、帯帯作ってますけども、まあ、言ってしまうとこの下端地付近ね、あとは注目されているほら5万ドルとか切り板ラインですよ。このあたりでロングインをぶちかますの、ロングインをぶちかましていく。これがいわゆる機関投資家の、いわゆるあなた方のね、あなたが機関投資家だったらあなたの本業になるわけですよ。ここで入れたショートは偽物ってこと、ここでの利益を取りたいからここでショートインをしてるわけじゃないってこと、ここでのロングインでの上昇を取りたいから、そのための布石だったということですね。で、ここでロングインをしましたってなった時に OK ですか？いわゆる反発もね、相重なって、いろんな意識ラインがやっぱりこうありますからね、下落の平行チャンネルの加担値だとか、5万ドルだってね、切り板がありますから、そこに個人投資家の方々も乗っかってきて、どんどん価格を、取り戻してきたところ。で、この段階でだから何が言えるかって言ったら、ある程度下髭が出てるんで、フィボナッチ、リトレースメントね、フィボナッチリトレースメント。はい、ちょっとごめんなさいね。フィボナッチリトレースメントを、ここで引いておきましょうという形。はい。
まあ、例えば、トップを7万ドルとして、下端を4万9000とした場合、フィボナッチリトレースメントを見ると、0.786。だから、8割ぐらいまでの、このいわゆる底付けからの8割戻しを今達成してるわけですよね。8割戻しを達成している。だから、こういったところも、まあ、多分普通に考えると、機関投資家見てると思うんですけども、フィボナッチリトレースメントで、どれぐらいの反発が期待できるかと。で、8割戻しまでしてきましたよと。じゃあ、そうなったら、ここ、さっきも言ったように5万ドル付近から、この5万4000ドル付近かな。うん、5万4000ドル付近で、ロングインをした機関投資家の方々の利食いが始まるんですよね、このあたりで。だから、わかります？まず布石としてショートを打ち込む、反発ポイントに来た時に、言ってしまうと、機関投資家大きなお金がここで動いてきて、ロングインに入ります。ここでのロングインっていうのが皆様の本力になってます。はい。機関投資家の本力になっていて、どれぐらいの反発が期待持てるか、7割から8割戻しまでしたら利食いが入ります。だからここでもたつきがありますよね。個人投資家の方たちもフィボナッチリトレースメント引いて、反発ラインを意識してますから、ここでの利食いが入るというところで、今の段階ではさっきも言ったように機関投資家のロングの利食いは行われてるんだけれども、初めにきっかけ作りとして持ったショートインというのはまだこの段階で持ってる状態なんですよ。ショートポジションというのはね、持ってる段階で、ショートポジションに関してはどんどん利益が目減りしていくじゃないですか。上がれば上がるほど利益が目減りしていく。 OK でございましょうか。じゃあ機関投資家は初めにきっかけ作りとして持ったショートポジションをどこで利食うの、どこでいわゆる決済をしていくのかってことですね。どこで決済をしていくの、ショートポジションですよ。これは最悪縦値撤退、最悪縦値撤退です。でもしくは縦値撤退したとしても、ショートポジションね、縦値撤退したとしても、だって本ちゃんはこのロングを取るためのショートだったわけですから、縦値撤退したとしてもこのロングは取れてるわけでしょ。だから利益は取れてるわけですよ。 OK でございましょうか。うん、最悪縦値撤退ね。でダラ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 言ってしまうと、個人投資家のほら利食いも入ってまた売り込みがかかって落ちてくるじゃないですか。そん時にいいですか、そん時にですよ。じゃあ機関投資家の方たちはどこで最悪ショートを切っていくのか、ショートポジションを切っていくのかって言ったら、言ってしまうと、まあ、ある程度利益が最大化しているところがいいと思いますからね。自分が本力を入れたポイントで利食うわけですよ。この初めにきっかけとして持ったショートポジションを。OK ですか？わかります？今の理論。だから、今ね、こうグッと、その、いわゆる、機関投資家がロングポジションを入れたところで、機関投資家がロングポジションを入れたところに戻ってきたところで、機関投資家は初めに持っていたショートポジションを利食っていくから、そこで大きな反発が期待できる。そこに、個人投資家が乗っていく。この取引手法が SM、スマートマネー、コンセプト、SMC というね、取引手法になります。OK でございましょうか。ちょっとなかなかね、難しいかもしれないけれども、今のが、機関投資家のやること。簡単に言いますよ。もう一回ね、めちゃめちゃ大事ですから、意外とこのトレード手法っていうのは。うん、知っておくだけでもだいぶ違いますよ。ここでのショートポジションは、ロングポジションを持つためのショートポジション。うん、いわゆるきっかけ作りのショートポジション。で、本力はこのロングを入れている。ここでうまく上昇を取れて、機関投資家利食いをしました。個人投資しかも利食いに入ります。価格がダラダラ下げてきます。ここまではずっときっかけ作りのショートはまだ持っている状況、機関投資家は。でもこのショートポジションというのはどっかで閉じないといけないから、一番ベストな場所って言ったらやっぱ加担地ですよね。一番ベストな場所加担地、いわゆる、本ちゃんで入れたロングポジションを取った場所でショート、初めのきっかけ作りのショートを利食っていく。ショートの利確に入るってことは、逆にロングポジションにもロングに、いわゆる買い方に回るってことですからね。ショートを利食ってことは買いに回るわけですから、その、大きな、いわゆるショートの利食いっていうもので価格の急上昇が起こる。これがいわゆる SMC 取引っていうことになります。その2回目の、機関投資家のショートのきっかけ作りのショートの利食いにうまく乗っていく手法ね。それが SMC ということですからね。 OK でございましょうか。これが彼らのやる手法になる。だから当然そうですよ。相場を初めから根底から自分で動かせるわけですから、そもそもリスクなんて取りたくない。最悪初めにきっかけ作りとして、作ったポジション、 この場で言うとショートポジションなんちゅうのはプラマイゼロで、終わらせてもいいわけ。だって本番はロングポジションで利益を取ることがメインだったわけだからね。だからその2回目の、反発ポイント、うん、そこで我々個人投資家は逆にそのきっかけのショートの利食い、ショートの利益確定のところで、私たちが乗っていくっていうのはね、これがまあ一つ利にハマっていけばね、これね利益が出るっていう感じかな。ハマっていけばね、うまく乗っていけばね。で、さっきも言ったように、あの、まあ、ちょっとしつこくなってますけれども、なかなか難しい話だからね。で、なんか意味がわかんないでしょ？いわゆる、一旦両立てになるってことですよ。一旦両立てになるってこと。機関投資家はね、両立てになるってこと。で、さっき言ったように、本局でのポジション入りしてるじゃないですか。ここでロングポジションこの段階だったらここでロングポジションを取って、ここのポジションが本ちゃんだよと、機関投資家ね、このショートはどうでもいいんだよって感じで言ったと思うんですけど、このいわゆる底付けポイントですよ。ここがいわゆるオーダーブロックっていうふうに言われるもの。オーダーブロックっていうふうに言われるものなんですね。で、この大体オーダーブロック付近で、言ってしまうと、個人投資家の方
たちは、機関投資家のね、このショートの利食いに乗っかって、ロングポジション入れていけば、うまく反発に乗れてくる可能性があるよ。だから、そのオーダーブロックっていうところを一つね、こう、ご自身でこうガーッとこう引いていって、どこで、まあ、言ってしまうとポジションを取っていくのかっていうのをいろいろこう考察をしていく。これが SMC の取引手法ってことになります。OK でございましょうか。なかなか難しいけどもね。で、さっきから言ってるように、今、一つの例で言いましたけれども、でもこの相場関係の中にはいろんな投資、機関投資家が入ってるわけよ。だから、その機関投資家の、いわゆる、戦いっていうのも当然あるわけでしょ。そこに負けないように生き残っていくトレードっていうことになりますよね。OK でございましょうか。ですから、だから、今回で言うならば、フィボナッチリトレースメントを引くと、この大きな流れで言うと、ちょうど反発ポイント、7割から8割戻し、この加担値付近で言うとね、7割から8割戻しまでは達成しているので、ここでもし仕掛けていた機関投資家も全部多分リグってるような状況になってると思う。ただ、またこの流れの中で、いわゆる機関投資家っていうのが当然出てきているわけだからね。OK ですか？機関投資家っていうのがまあ当然いるわけでございましょうから、そこでまたこう、いわゆる相場の流れっていうのはずっと継続していきますから、そこでどういった形で、話を進めていくのか。今のは、いわゆるロングポジションでね、利益を取りたいけど、だから逆も、だからできるわけよ。ショートポジションで利益を取りたいと。ショートポジションで利益が取りたいと。いう形はどういった形、だからその反対をしていけばいいという形でね、そういった形になりますから、一応ね、認識しておいてください。で、その中にも、まだまだいろんな方々がいるよということね。下落の平行チャンネルを見ている方もいれば、この、いわゆる移動平均線を見ながら取引をしている方もいれば、さっきも言った SMC を、の手法でやっている方もいれば、ということでございましょうからね。まあ、難しいところでございますけれども、機関投資家の、いわゆるね、考えを、逆手に取るトレード手法っていうのは、まだまだね、今から入ってくる、市場の中に入ってくる機関投資家が多いと思いますから、それこそね、いい取引手法としてさらに確立されていく可能性が、まあ、さらにというか、意識される取引手法として確立していく可能性がありますからね。そこは、さっきからずっと言ってます通り、情報としては持っておきましょうということでね、よろしくお願いいたします。はい、まあ、なかなかね、難しいところがあると思いますけれどもね、市場を動かしているところが、まあ、当然あるよというところ。まあ、今で言うならば、だから、どうかな、ちょうどこのね、いわゆるオーダーストップ価格、このあたりがやっぱり言ってしまうと、さっきからずっと言ってるように、機関投資家の方たちの初めのきっかけ作りのショートインのリグイポイントね、やっぱりなってるかなと思いますので、ちょうどほら、そのオーダーストップの加担値、ちょうど実体部分のちょうど加担値でちょうどうまいこと反発をしてきて、これがどこまで伸びていけるのか。でもこの中にも当然騙しがあって、機関投資家がリグイをまだしていないという可能性もありますからね。莫大な量のショートポジションを仕込んでいるんであれば、やっぱり大反発をしてくる可能性も高いので、そういった意味で言うと、まあ、ちょっと反発力が弱いのかなという感じもする。だからちょっとした、売り込みに負けてね、これを割れ込んでくる可能性もありますから、だからそういったところもいろいろね、考察をしていかないといけない、ところがございますからね、そこを認識しておいてください。よろしくお願いいたします。なかなか難しいけれどもね、まあ、今回は、まあ、ちょっとこう、きっかけ作りとしていきましょう。はい。またまたね、後々、ビットコインを見るときなどに、これほら、SMC の手法にちょっとハマってる感もありますよね、というところがね、言えるかもしれませんから。よろしくお願いします。あとは、ほら、それこそ、ここですよ。ここ。だからずーっとトレンド繋がってるんですよ。ずーっとトレンド繋がっていて、例えば、ここもはめてる、まあ、言ってしまうと、今物用ですけども、はめてるんだったら、はめ込みがうまくはまってるのかなって思いますよ。どういったことかって言ったら、例えばね、じゃあこの流れがあるじゃないですか。ここでちょっとトップつけてきましたと。トップつけてきました。で、機関投資家が例えばね、じゃあロングで利益取りたいと。で、ちょっと下落の平行チャンネルも始まりそうだし、みたいな感じで、じゃあロング、高い価格じゃなくて、低くなってから仕込んでロングで取りたいとなった場合、きっかけ作りをまず、じゃあするじゃないですか。きっかけ作りパリーとしますよと。そしたら、相場が下の方向に流れていきます。ちょっとトップを押され気味になっている場所なんでね、下の方向に流れていく。で、売り込みをどんどんかけていって、ここもそうですよね。ちょっと耐え切ろうとしている、耐え切ろうとしてますよね。だからここも一つのオーダーストップの場所にはやっぱ候補としてはなると。ただそこも下にさらに突き抜けてしまって長い下髭をつけてこの、まあ、いわゆる下落の平行チャンネルチックなものがまだできてはないんだけれども、その延長を引っ張っていったら、その形でうまく反発をしてきた。いわゆる、この下髭を見ていくならば、機関投資家が、ここでね、莫大な、ポジションをね、取った可能性もあると。で、そこから横ばい推移していくじゃないですか。もともと機関投資家は、ここで入れたショートはどうでもいいの。ここで持ったロングが重要なの。ここで持ったロングを利益を伸ばしていきたいと。ガリガリと上がってきますよね。ガリガリと上がっていくんだけども、ここで個人投資家は入れちゃダメってこと。これは、いわゆる、機関投資家の利益をどんどん取らしているような段階、だから機関投資家に旨味を持たしている段階ってことです。じゃあ私たちね、個人投資家どこで仕込むのがいいかって言ったら、
初めにきっかけ作りとして持ったこのショートポジションをクローズする場所がいいんですよ。クローズする場所で、いわゆる、ね、ショートをクローズするってことは何遍も言いますけど、ロング側に、貝型に回るわけだから、このショートのクローズで入っていく、ロングポジションで入っていくのがいい。じゃあ、どこで入るかって言ったら、ここね、ここね、いいですか、ここですよ、ここですよ。はい。オーダーストップが2個できてるんですけど、オーダーストップが2個できてるんですけど、このオーダーストップの最下端値ね、このオーダーストップの最下端値っていうのは、いわゆる機関投資家がロングで入れた場所ですから、ここまでもう一回落ちてきたら、機関投資家は、初めに仕込んだショートをちょうどリグイにはいい場所なんですよね。だからここでリグイが入っちゃってるんですよ。ある意味リグイが入ってるからちょっと大きな反発バリッと見せてるでしょ。バリッと見せてるでしょ。だからうまくこの流れ、ここはい、6月の初旬からいいですか、8月の初旬まで約2ヶ月間のこの動きっていうのは、一つ SMC の取引手法にものの見事にハマっているトレードになってるんですよね。この反発を取りたいよってことなんですよ。OK でございましょうか。それが SMC 手法ですからね。うまくハマっていけば結構長期間で、長い時間かけてね、長い時間かけて、いわゆる考察を練りながら、もしかしたらきっかけ作りの下落になってる可能性もあるな、大反発をしてきたな、これは機関投資家の可能性があるな、価格がうまく順調に上がってきた、利益確定されてる8割戻しぐらいでね、ロングポジション取った8割戻しぐらいで利益確定されているな、もう一回落としが入って初めに持った機関投資家のショートの利食いでロングインやな、ここで入ることができるかどうかっていうことなんですよね。 OK でございましょうか。だから、そういった形で、トレンドはねずっと継続していきますから、どこを切り取って話をするかっていうのは当然難しいところだけれども、だから極端に下落相場が始まった場所とかね、極端になんか大きく下ひげつけて反発している場所とか、そういったところを、ちょこちょこ注意しながらねやっていけば、もしかしたら大口のね、意図するところに乗っていける可能性がありますからね、そこを認識しておいてください。よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさいね、ちょっと今日ね配信が長くなってしまいました。 SMC トレード、この手法ね、ちょっと今日すごく言いましたけれども、チャートを見ていく上においてはね、やっぱりこう暗号業界っていうのはずっと言ってます、機関投資家並びに大きな会社っていうのが今からどんどんやっぱりまだまだ入ってくる可能性のある市場ですからね、今言ったトレード手法、取引の考え方だけはね理解をしておけば、皆さんの取引にもしかしたら役に立つかもしれませんからね、よろしくお願いいたします。ここがどういった形で決着するか、短い時間軸における、ここですよ、短い時間軸における SMC の取引手法にもしかしたらうまくハマっていけば、ここから大反発を見せていって、利益がね取れていける可能性もある。ただここで機関投資家がショートインをしてるかどうかの問題もあるんですけど、その利食いが入ってくればもうちょっと強いね、上昇が待っているんじゃないかなというところでね、期待はしておきましょう。利食いポイントというかね、一応このオーダーストップ帯帯、ここだから上端で言うと5万8000ドル付近か、この5万8000ドル付近っていうのは、まあ言ってしまうとオーダーストップの、上端付近にもなりますし、あとは短期の移動平均線ね、冷やし短期の移動平均線もある程度被ってるんで、もしこの加担で、うまく上昇に乗れていけるんであれば、5万8000ドル付近まで上昇余地が出てくるかもしれませんからね。そこも認識しながら、個人投資家は、その、細かく取れた利益をね、やっぱり利食いしていくというのは大事かなと思いますので、5万8000ドル付近というのは一つのポイントになるかもしれません。はい。ロングポジションの利食いポイントとしてはね、そこは認識しておきましょう。よろしくお願いいたします。うまくロングに乗れてる方は5万8000ドルをある程度、利食いポイントとして、認識しておくのはいいかなというふうに思いますよ。はい。それでは、本日はね、配信は以上となります。今日はね、SMC の取引書もう何でも言いますよ、ネットで調べてみてください。それをごめんなさい、話しつこくなって、それを普段のトレードにやっぱりこう反映させていくっていうのが一番難しいですからね。勉強っていうのは誰でもできるし、その構造を理解するっていうのは誰でもできる、誰でも理解できるんですよ。だけども何べんも言います、それを取引の中に組み入れるっていうのが難しいし、いいですか、それをうまく使いこなすっていうのが難しい、知ってるけども使いこなすっていうのが、だからそれを実践レベルで、ね、使いこなしていかないといけないので、それが難しいところなんですけれども、チャレンジをしてみるっていうね回はあるかもしれない、今言った取引手法っていうのはね、だからもっともっと深いところまで理解をして、だからそこに出来高がどう絡んでいくのかとか、機関投資家がどのレベルで入ってきているのかとかね、そういったところをちょっとこうね、気にかけながら実践応用ね、させていきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の配信以上となります。今日は一通貨だけでございましたけれども、ご勘弁の方でよろしくお願いいたします。また皆様次の配信でお会いしましょう。では。